り替えを繰り返してきましたけど、から豊岡方面に行こうと思ったこの電車なんですね。でここからね、何に乗るかっていうと、何でしたっけ、京都丹後鉄道か、あっちの方にね行くよと、いうわけですね。福知山市ですね。福知山久しぶりに来たな。電車で来たのは初めてか。ね、立派な駅ですね。ここから福知山線とかもね、向こうは福知山線だから、うん、で、あの奥にね、ちょこんって止まってるのが三鉄ですね。ってことで、ここは三鉄で乗ってくるんですけど、あれが確か10分後とかに出るんですけどね、ちょっと福知山の駅にも用事があるんで、この電車は見送ってね、ちょっと別の後の電車で行こうと思います。アクセス自体はいいんですよね。10分ぐらいで乗り換えで、行けるようになってるんでね。最後に来たんいつやったっけ、福知山。そう、ここからね、京都丹後鉄道に乗ったらね、ちょっと青の橋立の方に行けますけどね、今日寄れねえんだよな。ここまで来て青の橋立にも寄れねえしね、カンコリのユラさんのね、列車が走ってたりするんですけど、あれは福知山線のこっちの方には来ないんですよね。なんか天の橋立と豊岡の方か、そっちの方からやったら乗れるみたいなんですよね。ね、潮気に戻って言うとね、そんな応援なんか行ってなくて、そっちの方に行くんだったらそっちの方に来てところはあるんだけど、まあ仕方ない、今回は。ただ三鉄に乗り換えよ。これですね、京都丹後鉄道。確か経営が変わって今ウィラーエクスプレスって言うんですっけ、あの高速バスのね、あそこが運営してるんですよね。そうですね、昔は北近畿丹後鉄道だよね。最初ちゃんと起きるんですよね。で、京都丹後鉄道は定額切符とかもね売ってるんで、それで回すと行けるんですけど、まあ、今回はね青春18切符なんで、なんかね京都丹後鉄道の方で乗れないんで、一回降りてね、ちょっとですね、まあ、一回降りてここで昼飯食ってもいいな、時間短いし。やっぱでっかい駅やな。韓国ザフライロボットとかの名刺もありますもんね。サムギョプサル、なんて書いてある、ニャムニャムニャム、どういう意味なんですか。ナムでもないもんな。ニャムニャニャムってなんだっけ。ああ、こっちに書いてあるんだ。あ、こっちはちゃんとカタカナで書いてくれてありますね。あ、出ないと読めんもんな。ね、そりゃそうだ。いろんな店ありますね。で、京都丹後鉄道はこっからね、切符料も、三鉄の切符料はこっちにあるんだ。こっちで買ってたらいいから。先に飯食おうかな。あ、その前にあれか、地図どっかにないかな。あ、これ分かりやすいか。こんな感じなんですね。福知山線はちょっと綾瀬駅だけ1個が使えるんや。なんかで、あ、舞鶴も飛び地で使えるんや。間を対応してないって不思議な作りですね。でそう、まあね、こっちの紫色のね、山陰線の方でずっと来ました。なんなら関西線の方から来るんだけど、ずっと紫の間を来てますけど、でこのまま山陰線をずっと続いて、和歌山とか越えて豊岡とか、まあそのずっと続いていくわけですけど、まあね、
秋山線で行くっていう方向もあるんですけどね。こんな感じでね、福知山線やと天ヶ崎とかっての方に行くのかっていうような感じなんですね。遠いな、ここから。実は別で京都丹後鉄道もずーっとこんな感じでね伸びてくよっていう報道みたいですね。なるほどな。駅の北側にいろいろあるみたいですね。ちょっと飯食っていくか。あ、お客さんもいいな。先生と見てみたいんだ。切符売り場でね、ワンチャン売ってたらっていうのがね、あるもんでね。そう、今、あれなんですね、関係さんが、観光でね、すごいですから。すごいド派手なんすよね。確か特急もこうなって出るんですよね。そう、観光特急とか特急の方が有名ですからね。南鉄は、まあなんて言ったって天の橋立てがあって、観光名所のところですからね。やっぱ夏も流線になってたで、こんな感じか。売り場があってと、ちょっと面白いですよね、探偵とか。天津と宮津の辺りを中心に、三方向に分かれていく四の字みたいな形のね。で、舞鶴の方から確かその観光のやつは舞鶴から豊川を走ってるだけ。やっぱり一部宮津止まりとかっていうような感じの状況らしいんですけど、こっちの、福知山の方に行くのか、宮福線っていうのか、こっちの方に入ってこいらしいですよね。もう、はい、入ってきましたね。やっと見えてきましたね、大江駅。あれやったらちょっと、一駅くらい歩いてもいいしな。近畿フリー切符を買うにはもう、どうしたらまた向こうまで行くもんな。出そう。あ、これか。なるほど。この時か。これは全然出そう。これの限定切符が売ってるかどうかなんですな。で、宮崎駅まだ売ってるんだ、これ。なんで今日こっちに来てるかって言ったら、そもそも彼がボディニキャラみたいな感じになって、いや、さすがに急に福知山とか丹後とか行けんでって言っとったんですけどね。ていうか売り切れみたいな情報とかもちょっとちらっと聞いとったんで、なんか見とった10日、結構発売してすぐにやっぱ売り切れとかってなったらしいんですけど、追加で発行したのか、それか、やっぱその、ユーラさんもやっとってということで、こっちの方走ってないんで、みんなやっぱそれに乗りたがるんで、多分その、西舞鶴とか、豊岡とか、あっちの方は、多分需要があるんやろうけど、ここは逆に需要少ないんちゃうかなって言うんだよね。実はそれも狙って福知山に行って、で、その近くに大江駅があるやん、じゃあもう大江駅に行く近くにしてしまえばいいやっていうね、超マジレスな答えをしてしまったんだけど、そんなわけないですからね。私はあくまでも名鉄に向かってるんですからね。これ名鉄って遠いな。